今日はなんと噂のエイトホテルやってきました。茅ヶ崎、ここ今茅ヶ崎でめちゃめちゃ話題のホテルでございます。なんと手掛けたのはあの湘南レーベルということで、今日は茅ヶ崎のエイトホテル潜入取材してきます。いくよ。わーすごい。受け入れしてますよ。はい、なるほど、ね、そう。サウナ今ちょうどお客様入ってますけど、あそこ奥がサウナ。奥がサウナ。はい、でリラックススペースがあって、シャワーがそっちにシャワー浴びて、でも行ける。最高ですね。はい、これが噂の真ん中のスクリーンで夜上映したりするわけですね。このビューがいいですね。うん、たくさん茅ヶ崎楽しんでもらえてると思います。あ、やっぱりあの他の県から来てる、ね、そうですね、うん、あのでも結構一番多いのは茅ヶ崎の人と神奈川の人、そうそうそう、あの本当にもう近くの人、マイクロツーリズムですね、まさに。いや、うちも子供連れてきたいなと思って。あ、ぜひぜひぜひ、うん、お子様連れて来ていただいても楽しいと思います。絶対楽しい。はい、これはいい、まさに別世界ですね。すごい、はい。え、あ、うちで貸し出ししてます。ちなみにいくらで貸し、板は2000円です。2000円、うん、1日、1日。ベーシックルーザーは、ベーシックルーザーは3時間からあって、3時間1000円から、うんうん、まあ、両方とも1日プランみたいな感じで借りるのが一番ベスト。あ、いいっすね。長いのも、あ、これはね、貸してない。部屋をチェックしに行きます。部屋の中、部屋の中チェック。4階最上階。おお、どこだろう。かっこよ、かっこよすぎだろう。4階からのビュにも、お風呂とトイレ、これめちゃめちゃいい。サウナプールバッグ、これ着て下でサウナ入ってプール入るって。